含み損が結構出ちゃった時に、損切りをすべきなのか、するとしたらどのくらいのタイミングですべきか、しないとしたらなぜかとか、その判断材料に自分のポジションを入れて考えちゃダメっていうのがあって、自分のポジションから 10% 高いところが売りとか、うんうんうん、まあ、逆に 30% 下がったら売りとかって、その売りの根拠って相場判断に何の関係もないんで、うんうん、あ、確かに相場ってどこで買ってどこで売るかでしかないはずなんで、うん、で一番やりやすい損切りのルールは、うん、まあ、自分がそもそも買った時の理由がなくなった時ですね。もうダメっていうのが見えた時点でその今の価格とか自分のポジションの損益に関係なく切らなきゃいけないんですよね。なんとなくで買うことも、まあ、正直に言うとあるにはあるじゃないですか。例えばビットコインも、うん、そうですよね。注目が今ビットコインとか集まってきてて、結構友達でもなんか買ってみたいみたいな人って中にはいると思うんですけど、うん、そういう場合はどうする、うん、どこで切るべきなのか、自分のポジションを持ってないという前提で相場を見て、果たして買いたいかっていうことを考えるわけですね。で、買いたければポジションを持ったままにしておけばいいですし、今は買いたくないなって思ったら売ればいいんですよね、うん、まあ、つまりバイアスをなくせって話なんですよ、はい、自分が損してるとか得してるっていうバイアスを一旦切り離して考えようっていうことですね、うんうんうん、含み損は損じゃないっていう人がいるんですけど、うん、十分に流動性がある相場において含み損は損だし、含み益は益ですね。実現益と含み益の違い、まあ、含み損と実現損の違いっていうのは税務上の違いでしかなくて、そのトレードの概念としては関係ないですね、うんうん、ヨーロピアンさん的にというか過去の経験でなんか失敗、なんかこういう含み損がなんか想像以上に増えちゃったというか、損切りしとけばよかったかなとかって思うことってあるんですか？あまり考えで残してたポジションでやけどをするっていう経験は、うん、もう全然ありますね。全然ダメにある。はい、うん、たまにむちゃくちゃ下がる日あるじゃないですか。それでも 30% とか長期で保有しようと思ってる人も焦って売っちゃうみたいなことをたまに聞くんですけど、1日で 30% 落ちた時に狼狽売りしちゃうみたいな聞くじゃないですか、うん、一貫性の問題なんですよね。うん、基本的にはずっと今日言ってることは一貫性の話で、うん、その長期で持つって決めてるんだったら、で特に他にその売却の条件を自分で決めてないんだったら、うん、それはなんか 30% 下がろうが 90% 下がろうが、うん、買ってなきゃいけないはずなんですよ。買ってなきゃとか持ってなきゃいけないはず、うんうん、含み損があるときに損切りするかどうか判断どうするかっていうのは割と機械的に決める、まあ機械的に決める人も多いのかなと思ったんですけど、ほとんどこれは買う理由の話だということは割と、うん、結構目から鱗の話だった気がします、初心者の人とか、うん、